はい、皆さんこんばんは。もうあと1日で新年になりますね。だから今夜は年忘れ、ヤングフランケンシュタインの登場ですね。ヤングフランケンシュタイン、フランケンシュタインの上にヤングがありますね。はい、そういうわけで今日はあの博士の孫が出てまいります。その孫がおじいちゃんのところに行きまして、いよいよそのおじいちゃんのいた屋敷で偉い事件が始まっていきますね。そのおじいちゃんの屋敷というのはどこにあるか、トランシルバニアにあるんですね。トランシルバニアってあんたドラキュラのおるとこですが、まあ最初からまあこの映画妙なむちゃくちゃ人食った映画というところで、この映画フランケンシュタインの怪物が、ああ怖いと思うのが反対で、おかしくておかしくて、まあお腹の皮がまあよじれますから気をつけなさい。さあ皆さん今日ご覧になる時に、そうですわ、鉛筆と紙と思って、そう言ってアハハと笑うために丸つけてごらん、一体いくら丸が並ぶかというふうな、今日はまあブラックユーモアパロでもういっぱい集まった、映画通の人はこの作品見ていないともう肩幅が狭いなんて、いうような感じの、これは通の見る作品ですけれども、あなたも通でいらっしゃるでしょう。だから今日ご覧になったらゲラ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 、そのパロディがお分かりになると思います。ところでこの映画出てくるのは誰が出てくるか、さあジン・ワイルダーが出てきますね。ジン・ワイルダー、この人は大陸横断超特急に出てましたが、これでこの今夜の作品で大当てるですね。それから怪物になるのがピーター・ボイル、この人は真面目な真面目なちょっとマーロン・ブランドタイプの俳優だのね。今日この作品では怪物になっておかしくておかしくて、博士と一緒にダンスします。そのダンスがいいですよ。それからまだその中にマデリン・カンだとか、ギョロメのまあ面白いマーティン・フェルドマンだとか、それからクラリス・リーチマンというおばさんがバイオリン弾きます。そのバイオリンの弾き方の大げさなこと、大げさなことけど、それが今日の映画の狙いで、どっちか言いますとこれはサイレントのドタバタ喜劇のスタイルなんですね。そういうわけでいかにも黒白の感じが見事なんです。この監督はメル・ブルックス、もうこの作品でいっぺんに有名になりました。これは1974年度の本当に注目の面白い面白い作品ですから、年忘れにはもってこいですね。さあゆっくりご覧なさい。けれどもちょっと最後にちょっと言いましょう。真ん中辺で神父が出てきます。 目が見えないの、これ誰でしょうそれはやめときます、後でみんなにお話しましょうね。さあじっとその神父も見逃さないで見てくださいね。それでは後でまたお会いいたしましょう。はい、どうでした？あんまりおかしいで関西弁になっちまいましたね。あのバイオリン飛行版、あれ面白いでしたろ。けどあの役者、あんたラストショーでは怖い悲しいゴケハになって、まあえらい立派な立派な芝居してアカデミー賞取ったんですよ、助演女優賞。というわけで今日見ていてゴケなのはあのダンスでな、あの博士とそれからあの怪物のダンス、あれプッチング・オン・ザ・リッツ、まあ40年前の名曲、あんた生まれてない頃、あんた5期だった頃、まあこのリズムのいいこと、リズムのいいこと、ステッキ持ってあの帽子持って、はあここらいいね。けれどもあの怪物をキングコングしましたね。そしてさ、用事済ましたらちょっと芸したら餌やりましたね。あの辺りの残酷なユーモア。けどこの映画で面白いのは、あの怪物が子供と並んで子供が花持ってますね。あれ昔1930年の本当のフランケンシュタインの場面と同じ場面やったんですね。この辺り面白かった。何神父、あ神父、あんた誰か知ってますか、あの見えない目の見えないの、あれジン・ハクマンですよ。何知ってた、嘘ばっかり、どうして知ってるの、もう7回見てた。まあ呆れましたね。それでは次週の作品、次週の作品ご紹介しますぜ。さて次週より華々しくジョン・ウェインシリーズを迎え、その第一弾黄色いリボンの登場であります。これぞジョン・フォード描く自衛隊映画の最高峰。あと6日で退役の老隊員、40年自衛隊と共に生き続けたこの軍人の胸迫る離別、男の映画とはまさにこれ、涙あり笑いあり、そして男の孤独が西部の夕日に染まる、美しくも懐かしいこの主題曲、そしてジョン・ウェン、ジョン・エイガー、ジョン・ドリュー、その他ジョン・フォード一家の懐かしい名演技者ぞろい、ジョン・ウェンのこの見事なる服役、ジョン・フォードのこの見事なる自衛隊愛観、これこそは1949年度のアメリカの代表傑作であります。さてお待ちかねの第2弾リオブラボー、ライフルと愛は皆殺しの歌、あのメロディーが身にしみる、このジョン・ウェン・ディン・マーチンの何たる名コンビ、そして名監督ハード・フォークスのこの名人芸。さて続いての第3弾、まさにジョン・ウェンの貫禄をあぐらせた西部開拓大牧場主チザムのその男の生き様、しかもこれぞ西部に血の足跡を残した実は映画化。さていよいよ続く第4弾、
ジョン・ウェン扮するシャトル1の鬼刑事、マシンガン引っ提げ、ハンドルさばきも鮮やかに仲間の復讐を誓う、このジョン・ウェンの異色大作。それではどうか良いお年をお迎えください。さよなら、さよなら、さよなら。この番組は、熱する日本、レナウン、サントリー、松下電器の提供でお送りしました。